今回はこちらのバスチェアの掃除をやっていきます。ではまずはじめに汚れ具合をお見せしますね。まず表側から見ていきますけれども、全体的に黒っぽくなってますよね。これは主にザラザラ石鹸カスとヌルヌル石鹸カスですね。ヌルヌル石鹸カスが乾いてこびりついているような状態ですね。他にも皮脂汚れとか生き物汚れが乾いてついているということもあるんですけれども、石鹸カスが多めですね。ここ見てもらえれば白いところと黒いところはっきりしてるじゃないですか。しかも熱くついているのがわかりますよね。このぐらい熱くついちゃってると石鹸カスが洗剤がうまく効いてくれないんですよ。特にザラザラ石鹸カスは洗剤の働きを効かせて落とすというのがこのぐらいになってくるとだいぶ難しいんですけれども、今回は洗剤だけじゃなくてスポンジのこすり洗いの方もうまく使いながらこの汚れを落としていこうかなと思います。あと内側ですけれども、まず気になるのはこの足のところですね。石鹸カスついてますね。これザラザラ石鹸カスですね。あと黒カビも生えていますね。このあたりは生き物汚れが乾いてこびりついているような状態だと思いますね。主にこのあたりはちょっと赤カビも生えてますね。この汚れをどうやって落としていくのかと言いますと、使うお掃除グッズはキッチンマジックイン、そして毎日取り替えキッチンスポンジです。キッチンの魚焼きグリルの焦げ落としに買ってみたスポンジなんですけれども、結構ザラザラしてるんですよね。で、使い捨てのスポンジの割にはしっかりもしてますし、いろいろ掃除に使えるのかなというふうに思いまして、バスチェアの掃除に使ってみようと思いました。このザラザラした研磨リュックを使ってザラザラ石鹸カスを落としながら、それ以外のヌルヌル石鹸カスだったり皮脂汚れが黒ずんで固まって乾いてるようなものだったり、それ以外の汚れもですね、このマジックリンの力で落としていくという組み合わせですね。はい、それではやっていきますね。まずは全体的に吹きかけていきます。軽くまずは塗り伸ばす感じですね。こすりながら、以前スイフトスクラブというお風呂用のスポンジを使ってバスチェアについて汚れを落としたことがあったんですけども、それは非常に良かったです。同じだとつまんないので今回はこの組み合わせでやってみようかなと思ってやってるんですけども、果たしてどこまで落ちるのかというところですよね。はい、まず一通り全体的に汚れがひどいところに塗りつけました。では力を入れて磨いていきます。今やってみて感じているところが一つありまして、キッチンマジックリには界面活性剤が含まれているので滑りが良くなるじゃないですか。滑りが良くなるということは研磨力は結構落ちると思うんですよね。なので洗剤をつけずに磨いた方がもしかしたらよく落ちてくれるのかもしれませんね。とはいえどうでしょうか、落ちていってますよね。はい、では引き続きやっていきますね。ちょっと少し置いて洗剤が馴染んだ方が吹きかけた直後よりも落ちやすくなっているようにも感じますね。なんでこのキッチンスポンジを使っているのかというと、バスチェアって結構汚れがちじゃないですか。日々使っているバススポンジがまだ新しかったりすると抵抗がありますよね、汚いところに使うのが。そんな時に使い捨てのスポンジがあればいいのかなと思って、そのあたり気にしなくていいですからね。洗剤が乾いてきました。乾いた状態でこするとむしろ効きそうな感じもしますので、要は滑りが抑えられて、滑りが抑えられたからといっても落ちやすさはあんまり変わらないように感じますね。以前試したスイフトスクラブと比べると落ち方は悪いような気がしますね。スイフトスクラブ使ってみましょうか。前回はスイフトスクラブは水だけで汚れ落ちるのでそのような使い方でやりましたけれども、今回はマジックリンとの合わせ技でやっていきます。やっぱり落ちが早いです。
やっぱり落ちますね。でも頑固についているところはちょっと苦労したりもしますね。でも比べるとかなり楽ですね。ただ毎日取り替えキッチンスポンジで落とせないということはないですからね。安い使い捨てのスポンジですから、使い捨て品を活用したいということであれば全然ありだと思います。概要欄に商品ページのリンク貼っておきますね。こんな感じで粉ってまだ残ってますけども、こすってますね。簡単に落ちてくれます。この辺りもまだちょっと残っていますんで、今度はちょっと吹きかけてこすっていきますね。水だけで汚れ落とせるものなんですけれども、今回のように洗剤と一緒にやった方が落ちやすいのかどうなのかというところは、汚れ次第にもよるかもしれませんよね。ザラザラ石鹸カスとか水垢がついている場合は、研磨力を効かせる意味でも滑りが効かない方が良さそうな気もしますので、ただそれ以外の汚れも混ざってるとかの場合は、それ以外の汚れに対して洗剤の成分が働きかけてくれますからね、汚れの状態で変わってくるのかなといった気はしますね。はい、表面は一通り洗いましたので、今度は裏側やっていきます。裏側は毎日取り替えキッチンスポンジ使っていきますね。というのも、生き物汚れが主な汚れだと思いますからね、そんなにこすり洗いが必要とは思えないので、綺麗になっていきますね。簡単に問題はここのカビですよね。隙間に入った、これはもうフル歯ブラシのようなものじゃないと落とせないんですね。フル歯ブラシを使って隙間に入った汚れを落としていきます。あ、取れましたね。これが面倒であれば塩素系使うと落とせると思いますけれども、簡単に取れますね。はい、それではすすいできますね。マイクロファイバークロスで拭き上げていきます。はい、水気を拭き取りましたので掃除後の様子をお見せします。まずは表側ですけれども、この辺りだいぶ黒い汚れが分厚くついていましたけれども、綺麗に落とせてますよね。こういったところで境目があって、汚れているところと汚れていないところが分かりやすかったんですけれども、そのような状態にはもうなってないですね。綺麗に落ちてますね。はい、そして裏側見ていきましょうか。裏側も綺麗になりました。黒カビが隙間にあったところもご覧の通り綺麗になりました。ここはフル歯ブラシを使いましたけれども、はい、そしてここも汚れてましたよね。足4本ともこう汚れてましたけれども綺麗になりました。全体的にはこんな感じです。で、表面もこんな感じと。はい、
ということで今回はバスチェアの掃除をしてみましたが、いかがでしたでしょうか。いろんな汚れがついていた中で今回使った洗剤はキッチンマジックリンということでしたけれども、その理由はいろいろあるんですけれども、まずこの裏側に黒カビがあまり生えていなかったというところがまず一つ大きいですよね。黒カビよりも石鹸カスの方が結構目立っていたんですよね。で、石鹸カスもザラザラ石鹸カスとヌルヌル石鹸カスということで最適洗剤変わってくるんですが、ザラザラ石鹸カスをメインに落としたいということであれば酸性洗剤を使った方がいいんですよ。私がよく使うのはトイレのルックですね。トイレのルックをつけてザラザラ石鹸カスを緩めた状態で今回使った毎日取り替えキッチンスポンジでこするともっと楽にザラザラ石鹸カスを落とすことができたのかなというふうに思ったんですけれども、なぜマジックリンを使ったのかというと、毎日取り替えキッチンスポンジの研磨力に期待していたというところが一番大きいですね。それである程度こすり落とすことができれば、それ以外のヌルヌル石鹸カスだったり生き物汚れが乾いたような状態、あと皮脂汚れが黒ずんでこびりついているような状態の方にマジックリンの成分の方がよく効きますので、そういうことでこの組み合わせでいったんですが、ちょっと苦労しましたね。で、スポンジをこちらのスイフトスクラブに変えてこすったら作業がはかどりました。じゃあこの組み合わせが正解なのかというと、そうでもないんですよね。掃除で何を重視するかによってはこの組み合わせの方が良かったりすることもありますし、でさらにザラザラ石鹸カスをもっと楽に落としたいということであれば、ここ酸性洗剤、例えばトイレのルックとかに変えて使うというやり方になりますよね。なので一番落としたい汚れは何なのかというところで選ぶお掃除グッズや洗剤とかも変わってきますし、自分が何を重視して掃除をしているのかということになってももちろん変わってくるんですよね。今のご時世ですとこういった使い捨てのものっていうのはやっぱり割高なので、少しでも節約したいって方今多いですよね。だったらこの選択はなくなるんですよ。それであれば繰り返し使えるものということで石鹸カス専用のスポンジを用意するのもいいですし、無駄なものを買わなくて済むということであれば日々使っているスポンジを使うという選択になりますよね。なので自分が一番何を重視して掃除をしたいのかというところと、一番落としたい汚れは何なのかというところでお掃除グッズやお掃除の仕方が変わってきますので、掃除をする前にそこを考えてから掃除をされた方が自分に合った掃除ができるのかなというふうに思います。ということで今回の動画は少しでも皆さんのお掃除のやる気につながれば嬉しいです。どうもありがとうございました。茂木和也の YouTube チャンネル、茂木流掃除講座。掃除が苦手だって綺麗にできる。いつまでも。